まあ、3画面の方は、まあ、こういう風に映ってるけど、ね、解像度的にはこんなに見えてるっていうね。はい、こんにちは、ピカですけどね、 PSVR2 いろいろねやってきておりますが、今日ね、じゃあ VR とこういうね後ろにあるね、これ3画面の SIM 筐体なんですけど、こういうね、こういう感じ、こういう感じ、こんな感じのものなんですけど、これがね、どっちがいいのか、この議論ね、あると思います。今日はね、これちょっと徹底的に解剖していきたいと思います。VR のいいところ、そして3画面のいいところ、悪いところ、やっていきたいと思います。それではね、まずは PSVR2 からね、やっていきたいと思います。はい、ということで、まずはね、じゃあ PSVR の方からね、やっていきたいと思います。ねね、見て見て、今初めて気づいたこのドリンクホルダー、俺これ同じのつけてたな、レガシーとかに。いや、懐かしい、このドリンクホルダーやばくない？ドリンクホルダー。ということでね、今日は VR と3画面の違いということでね、皆さんにはこれただ単にね、室内をカメラで撮って見回してる映像をフラットなテレビで見てるとかスマホで見てるというような状況だと思いますが、皆さんちょっとイメージしていただきたいのは、この映像、私が見てる映像っていうのは全然違うものでね、ただ単にスクリーンにちょっと立体的になったものが映ってるとかそういう感じじゃなくて、まさにここにこう乗っているという感じ、 CG で出来上がった車の室内にヘルメットをかぶって入り込んでしまってるというふうに考えたらいいと思います。本当にね、こう入っちゃってるんでね、だからね、本当にスクリーンからちょっと飛び出てるっていうことではないっていうところだけはね、強調していっときたいと思います。これの利点なんだけど、これはね、こうなんだろうな、もうマジでこう乗ってるのと、もちろんね CG だからね、こう見てるの、この CG の世界に入り込んでるだけっていうね、だけってそれがすごいんだけどね。うん、まあだからなんだろうな、ハンドルもこう立体的に見えてるからね、これだから、こうなんだろうな、こういう角度を、ちょっとこういう角度がね、なかなかつけられないけど、こういう角度から見てもこう立体のハンドルなんですよ、目の前にあるね、うん、立体のハンドルをまさにこう握ってるという感じだし、内装一個一個もね、こう立体的に見えるから、こう覗き込んだりね、こうダッシュボードの上をこう覗き込んだり、ね、下を覗き込んだり、こうね、こういう動作ね、こういうこと、こういうのが可能なんですよ、こういうね、近寄ったり、つまりね、だから立体的なの、こうね、シフターもこうねシフター、これあれ、シフトチェンジしないの、あれ、シフトチェンジモーションないんだ。まあ、そんな感じでね、こう立体的な棒がね、ちゃんと生えてるっていうのが、まあ、VR のすごいところ。だから車でこれでね走ると、まあおおよそさ、結構こうなんだろう、室内はものすごくこう立体的に見えててすごいなっていう感じはあるんだけれど、外で言えばね、まあ だけど両目で見てるからね、例えばこうクリップね、クリップ指させないけどね、この例えばこの縁石のこの真ん中のとこね、はい、あのこれで指さすわ、これでどっちの目の映像なんだろうな、こっちの目の映像かな、このね、はい、この辺ね、クリップこの辺ね、もう見てるとしてさ、まあこの角度から見るのとこの角度から見るので、クリップもほら遠く見て、遠くのさ様子もちょっと変わるじゃん、ちょっと変わるでしょ、これが。まあ要はこういう風に立体的にこのクリップが見えてるから、こういくよ、この縁石も、まあ、立体的にこう距離感が分かるっていうのかな。なんで VR の特徴は距離感が分かるってことなんだよね、クリップまでの距離感、こういうね、乗ると気持ち悪いね、うん、だからこの人までの距離感ね、この人もちゃんとね立体的に見えてる、これも立体的に見えてる、それがね、あの VR の凄さなんだよね。だから3画面の平面とやっぱり全然違うっていうところが VR だから、まあ VR の方が本当にこう実際車の中にいて距離感とかね掴めるんでね、こうやってちょわざと今スピンしましたけどね、こうね、あの本当に乗っててこう向こうに飛んでいくみたいなねところがね体験できるというところですね。なので、例えばこうレースしてね、車で争っている、2台車がいる、3台車がいて、テールトゥーノーズとかっていうのも、もう立体でね、すぐそこにこうバンパーの先が見えるみたいなね、そんなイメージもあるということですね。
っていうのはね、まあ、VR の特徴ですね。まあ、ここから先 PSVR の特徴と言ってもいいのかな。こう HDR っていうねところがやっぱすごくて、こう光のね影のところとね、まあだからソフトがちょっとそこまで表現できてないけどね、まあ HDR っていうね影のところと光のところがね、これね多分こう室内と外って言った方がいいのかな、のあのコントラストがすごくついてて、まあ現実っぽいなっていうところは、なんか乗ってるとあんま感じないんだけど、外から車を見るモード、ショールームモードかなにするとすごく HDR の感じが出ますね。走行してるとこれ HDR じゃなくねって感じはするな。これ電気つくんだ、これでパカってパカって開くよね、ほら開いてるの見える、はい、これも立体的に見えてるからね、すごいよねって話なんですよ。じゃあここからね3画面の良さやっていきたいと思います。3画面もねいいところあるんでね、いろいろね、ダメなところもあるけどね、やっていこう。はい、ということで今度はね3画面筐体に乗ってきました。3画面筐体ね、この後ろのこのカメラでね撮ると、まあ、こんな感じでね乗ってるみたいに見えますが、ちょっとね引きで撮るとこんな感じですね、乗ってる感じ。 iPhone で撮ってみる、 iPhone の広角で撮ってみるとねちょっと分かりやすいんだけど、ちょっと iPhone の方のね動画見てもらいたいんですが、こんな感じですね。こう本当に振り向いて横がねこう見えるっていうこの感じだけどさ、当然こうやって動いてもこのね柱は立体的じゃないんですよ。平面に、俺から見たらもう明らかに平面に張り付いてる。このただ単にカメラで映せばほらほらね、こうやって動いちゃうともうこのこういう風にこう画面がねこう来てるんだなって、こう一見見るとねおおってなるじゃん。だけど実際俺が見えてるのはこういう絵だからね、やっぱ全然違うじゃん全然違うじゃん。こんなね種明かししていいのかどうかっていうのがあるけどね、まあ、実はこんな環境でやっていると、ね、固定で撮ってるとほらリアルでしょ。でもほら動いちゃうとさ、ちょっと途端になんかあれごまかされてるなみたいな騙し絵だなみたいなね、そんな感じもあるということをなんですよね。まあだからこっちだとね酔わないと思うんだよね。じゃあちょっとシム動かしますわ。このぐらいだと結構リアルだよな。もうちょっとか、このぐらいでもそうだな、角度だなと、このくらいだとリアルだよね。このくらいとかこれ結構リアルじゃない。まあでもまあ 3D で撮るとそんな感じですということなんですよね。はい、ということで乗ってきましたね。こうやって見るとめちゃくちゃリアルだよなしかもこのシフターめっちゃいいんだけどこのモザのさシフターめちゃくちゃいいんだよな。ちょっと待って、モザのシフターの宣伝になっちゃうんだけどこれめちゃくちゃ何がいいってさ、本当にポルシェなんだよね。国産のさもう本当に曖昧な感じのやつ俺嫌いなんだよね。どこに入ってるか分かんないようなさ、このしっかりとしたシフトが家でも味わえるのがすごいいいわ。ちゃんとこうゲージになってて、ゲージじゃない、ゲートになっててしっかりとこう入るっていうこの感じすげえリアル、レーシングかーって感じ。これ全然早くシフトできる。ノイズも多めなんだけどさこういうもんだろこのぐらいガチャガチャってならないとガチャガチャしてる感じしないよみたいな。うん、いいですよいいですよ。はい、っていうようなね動画に画像になるけどね、もうちょっと引きにする。だからこういう、まあでもまあまあ立体だよね。 iPhone で撮った映像見てみる。ほい、これで iPhone の映像なんだけど、まあまあ横まで見える。まあこれちょっとシートが、まあ、この画角をキープするためにこうシート後ろに行ってるからさ、ここにこんなヘッドレストみたいなの映っちゃうんだけど、まあちょっとこうなんだろうな、まあ、こういう感じの画面が横にこう出てるだけっていう、まあ、感じって言えば感じなんだよな。ただ、まあ、まあこうやって
動いても、まあ、酔わないっていうまあ肉眼で見てるから酔いづらいよな。まあこんな感じですよ。だからこうクリップもね、さっきやったこうね、まあ当然こうやって動かしてもさもうあそこはさ、ここはもう立体には見えないわけじゃん。まあ皆さんが見てるね、こういう映像ね、この映像ね、でここ別に立体かどうかなんてどうでもいいじゃん。だから映像作り的にはまあどっちもあんま変わんないようには作ってんだけど、俺の中でね、このホブとかも設定ね、このそう見えるようにね、ちゃんと見えるようにこう3画面を設定してんだけど、でもまあ実際乗るとなると、まあ、全然違うもんだよっていうね。こうやってやってもね、いや要はこっから前は平面なわけですよ、ね、ここは立体だけどこっから前は平面なわけですよね、全部ね、ディスプレイに映った平面なわけで、それをまあうまく合わせるとこうなるっていうだけの話っていうね。なのでこれとやっぱ VR はまあ全然違うなっていうねことです。ただこれね、私のディスプレイこれ 4K4K4K で表示してて、でさらには 120fps も出てるし、 120fps の 4K4K4K の有機 EL のこれ HDR にはでは表示してないんですけど、まあ、そういうね、まあ、優れたディスプレイにすると、もうだからこうやって寄ってってもさ、全然画質が衰えないわけですよ。わかりますね、このね、この映像ね、こう寄ってってももう全然画質が衰えずにね、こんな細かいところまでクリップもね、まあ、実際肉眼ではめちゃめちゃ細かく見えてるわけですよ。クリップが、クリップの汚れまで、汚れとか凹凸までね、こう見てるわけですよね。実際こうですけどね、こういうことですから。これが 4K4K4K3 画面の凄さ。向こうの方も全部見える、全部ね、全部この路面のね、どんな感じになってるか、何が書かれてるかっていうのをね、全部こう見てるわけですよ、こうやってね。まあこれがやっぱり解像度はすげえなっていうね、片目 8K 以上では見てんじゃないかなっていうぐらい、うん、だから VR も 8K8K ぐらいに今度出るらしいけどね、なんかそういうのなればと思いますけどね。まあ、3画面の方はまあこういう風に映ってるけどね、解像度的にはこんなに見えてるっていうね、こんな細かいのまで見えてるっていうところが3画面の良さではあるね。はい、ということで今日はね、 VR と3画面の違いやってきましたけどね。うん、だから VR でも未来を感じるし、3画面有機 EL65 インチの 120fps で動かしてるっていうのもまあすごいかなっていうね、うん、そして細かく見えてるっていうところがいいんで、まあ今のところ PSVR ぐらいだと3画面がいいかなとは思いますよね。ただグランツーリスモ7VR でしかできないからね、この 4K1 画面ってなるから、ってなるんだったら VR の方が全然いいよなっていうね、まあ、なんかその辺がいよいよなとこまで来てますね。いよいよなとこまで来てると思います。はい、ということで、あんまり皆さんね、65インチの 4K3 画面有機 EL とかでプレイをあまりしたことないと思いますんで、ちょっとね、私が比べるとまあこういうことですよっていうのをね、レポートさせていただきました。ということで、はい、またねこういうのやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。やっぱディスプレイも綺麗だよね。